OK です。はい、ライジンランドマーク5 in 代々木、公開テールも終わりました。はい、今改めましてどんな感じでしょうか、コンディションとか。コンディション、ちょっとね、部屋に設置してた体重計と自分の持ってきた体重計にちょっと誤差があったんですけど、はい、自分のタニタの体重計を信じてよかったなと今思ってます。はい、はい、上田さんはずっと練習と今日も付き添ってくださってたんですけど、はい、いつも見てる上田さんから見ても斉藤君のコンディションは良さそうですか。今日はすごいリラックスしてて、はい、いいコンディションだと思います。あ、はい、じゃあもうあとはね、本当に明日の試合を待つのみとなりましたね。そうですね、はい、まあ、試合というか、まあ減量水抜きとかも、まあ、1年ぶりではあったんですけど、すごくこうスムーズに体重も落ちて、いつも皆さんにこうねゲソッとして心配かけるんですけど、はい、今回は割と大丈夫な、はい、ことだと思います。声もちゃんと出てたんで、はい、コンディション的にはすごく良くて、明日やるだけだなっていう感じですね。はい、はい、大量のルームサービスも食べさせていただいて、はい、いつもねお世話になってる方がいらっしゃって、本当に高級お会を本当にサポートしていただいて、はい、はい、ありがとうございます。おかげさまで、はい、ちゃんと試合に行けそうですね。はい、はい、計量も終わって、もうちょっと帰ってゆっくりして、あんまり食べ過ぎないようにして明日を迎えたいなと思います。はい、はいはい、明日はもう即完売チケットはしてしまったんで、そうですね、ペーパービューでの、うん、ご視聴にチケットない方はなってしまうんですけど、はい、やっぱり見ていただきたいですね、たくさんの方に、ね、はい、まさに会場が4時ですね、あ、開始が4時か、はい、なんでそのぐらいの時間帯、前売りは確か今日まで安くなるみたいな、ああ、絶対お得ですね、はい、今日買うよりも、はい、今日買っていただけたらと思いますので、まあ、当日明日ですか、同じ時間戦いを見届けてほしいなという気持ちですね。はい、はい、あとはやるだけです。そうですね、はい、上田さんは明日はセコンドもいつもハンドラップも巻いてくださってて、明日もいつも通りやっていただけるということで、はい、はい、心強いですよね。そうですね、はい、安心します。バレストラ東京時代、練習時代から。そうですね、はい、なんかまさかこうこの年になってまた同じく練習できるとは思ってなかったんですけど、はい、すごくこういい時間を過ごせたなっていうふうに思いますね。はい、はい、頑張りたいと思います、明日は。はい、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。